諸葛亮殿、宝刀の居場所が分かったと聞いたな。ええ、半蔵殿に協力いただき。小牧長久手に一軍で妖魔を翻弄する者ある。かような世の情勢ですから、宝刀の才を遊ばせておくわけにはいきません。早速迎えに行きましょう。王者の出現以来、諸葛亮は一人の男を探し続けていた。鳳雛こと鳳刀である。鳳刀は卸しとの戦いの後隠遁し、いずこかへ行方をくらませていた。だが未曾有の危機を前にして、その才を遊ばせてはおけない。諸葛亮は四方八方に手を尽くして宝刀の行方を求めた。やがて服部半蔵から情報がもたらされる。小牧長久手に一軍で妖魔を翻弄する者がいると。わずかな兵力で妖魔を撃退する見事な知略、その他さまざまな情報を集め、諸葛亮はそれが宝刀だと確信した。そして蛾領は鳳雛を得るために小牧長久手へ向かった。さまざまな情報を統合した結果、この地に鳳刀がいることは間違いありません。ただ一軍にて妖魔を翻弄する、見事な知略。しかし出る杭は打たれるもんじゃ。この妖魔の大軍、宝刀を撃つためだけに集められたのじゃろうて。どれほどの大軍であろうと、私と宝刀が揃えば問題はありません。もちろん策を実行していただく勇猛な将が必要ですが。おお、持ち上げてくれるの？任せておけ。期待に応えよう。交換しよう。参る。宝刀は追い詰められていますね。急ぎ救援に参りましょう。よし、そろそろ終わりにしようぜ。一気に押し込め。囲まれておる。元のやつ無事だと良いが。猶予は少ないでしょう。急いでください。
深刻までかね。助け立ちする。このようなところであなたを失うわけにはいきません。お主の知恵まだまだ必要とされておるぞ。やれやれ、人使いが荒いね。メス。決めてたんだがね。あなたにまだ生きて働いてもらいます。助けが入ったのかよ。もう少し楽しめそうだな。少々敵の数が多いです。ここから巻き返すには。家計の準備ならできてるよ。実行に移すには手が足りなかっただけでね。です。では、私の次の作戦の準備にかかりましょう。さて、工作兵の護衛を頼めるか。一番効果的な場所で息をかけたいんでね。崖地点には橋をかけていくよ。時間がないが、守っとくれ。窓を発艦。おお、一段と冴えておいでですな。おにごと噛み砕いてくれよ。
見事。足をかけたのか？はい、逆に攻め込んでやれ。うまく敵を引きつけられたようだね。もう少し引き込んでから火を放とう。よし、間に合ったな。我らも人間どもを蹂躙するぞ。ビトレイ天も繋がらず乱れ打ちよ。Come on!
三里ユート、せいぜいあがくがいい。やってらんねえぜ、あばよ。ひよっこどもりはまだ任せておけんでな。オロチが倒れてやっとゆっくり隠居できると思ったんだがね。以前にも増して世の乱れは深刻です。あなたに隠居されてしまうわけにはいきませんね。やっぱりやらないとダメかね。わかったよ、一緒に行こうじゃないか。急げ、これぞ効果者の戦や。あなたなら成し遂げられると思ったのですが、ね。